僕ちゃん、サンモに、嫌い。だから、放送法を解約して、サンモに、潰しちゃって。僕ちゃん、ネトウヨの、幼稚園、好き。だから、ネトウヨ幼稚園に、国有地を、タダで、あげちゃって。僕ちゃん、LGBT、嫌い。だから、絶対に、LGBT の、邪魔、して。差別禁止、そして、同性婚を認める、こういう流れが流れになって、日本はその前段階の、LGBTQ 理解増進で、増進を出すのすら議論しているというのは、ちょっといかがなものかなと。徳倉会長は、法案を出すことによって差別が増進されるとか、わけのわからない議論がされている感じがすると苦言を呈しました。また先月アメリカで日本の LGBTQ はどうなっているといった質問をされた。今国会で議論されようとしていますと答えるのも恥ずかしいぐらいだったと振り返りました。政府や経済界から5月のサミットまでに成立させなければ議長国として恥ずかしいという声も出ています。安倍、いいか？安倍、よく聞け。もう一度改めて申し上げます。恥を知りなさい。